毎日を思い出に、はい、出にははんんの金ですこんばんは2022年6月6日の、えー、動画日となります。月曜日でした。はいえー、今ねあの、毎日思い出にとワンフレーズね、一発目に言ったんですけども、こちらは、えー、っと今日、まあ、6日ね、えーっと、飲み会をやってた時に友達があの最後の方に、えー、ポロッとね、提案してくれた、えー、あれですね。なんか、一個ね、キャッチーな セリフを、えー、フををレーズを一個最初にドカンと言ってそれを毎回ね言うと、えー、でこのフレーズはですねなんか自分が「至、え、近、ー、TV が」が、えー、どんどん伝えていきたい広めていきたいっていう考えを、えー、毎日ねちゃんと同じ動画を 1一個の動画で続けて、あのー、必ずいうことで、どんどん浸透していくんじゃないかと、そういう考え方がね、って言われたので、あのー、今回、早速取り入れてみました。いかがでしたでしょうか。はい。えー、こんな感じで、あのーまあ、普通に始めるんじゃなくてね、一発目でポンとフレーズを言ってから、はい、意識 &TV の意識ですと、えー、これからちょっとやっていくので、えー、よろしくお願いします。はい。で、あのー、今日は1個目はですね、あのー、風呂掃除の大事さ。 えー、排,気排水口のね装置の大事さに気づきましたはいあのー、ねあの独立洗面台じゃないのでうちははい残念なことにはいほん、えー、はね独立洗面台がねもちろん良かったんですけどもそのそういうね海外行けなくてですね、えー、そんな感じになってですねああのー、まあ、洗面台と,、えー、っとお風呂、えー、がまあ、セットになってるね、えー、感じの プロとなってます、はい、であのそこのね髪の毛だったりとかねえー、っと何だろうながいしたりとか、えー、歯磨いてねペッてやった流したやつとかがこう管を取ってねあの同じねお風呂の同じとこにね行ってくんですけどもなんかやっぱりその全然掃除正直ね全然ね数ヶ月してなくてですねあのー、髪の毛とかもいっぱい溜まってたし何よりその、えー、洗面台の、あのー、とこに 水がね、こう、全然流れていかなくなってですね、今日6日、午前中にはい。えー、それでですね、これはまずいということで、いろいろ試した結果ですね、排水口が結構詰まっていてですね、えー、っと、お風呂の、えー、っと、お風呂の、あれですね、お風呂の水が流れてくるやつと、で、こっち側の、えー、洗面台の方がこう流れてくるのが合流して、排水口みたいになってるんですけども、あのこちらの洗面台の方が、えー、なんか結構もう黒い、なんかよくわからん。 ヘドロみたいな塊が溜まっててですね、あのー、結局いろいろ掃除した結果、えー、なんとかね、えー、少しだけ改善されたんですけどまだ全然あれなのですけどもやっぱりそのいろいろね、えー、放置しておくと溜まってね、えー、良くないのであの月に1回とかね例えば2週間に1回、えー、にはちょっと今後は掃除していこうかなと思います、まあ、掃除する際はですね、えー、今回は爪楊枝と えー、トイレットペーパー、えー、とかね、えー、綿棒を使ったし、あと歯ブラシね、えー、使ったりとかしてやりました。はい。で、本来は多分、あの、なんか、ポイってね、はい、排水口に入れたら、ジュワーみたいなやつがあって、それを買うのがね、ベストかなと思うんですけども、まだちょっと、えー、試してないので、次、試してみたいなと思います。はい。えー、ということで、どこでもいい話でした。はい。えー、3分17秒で、えー、友人の、いつもね、大変お世話になっている、あのー、もう2年ぐらいの付き合いになるのかな。はい。 えー、友人のバースデ、えー、なんと30歳のね、三、え、十、ー、歳突入のハッピーバースデー会を、えー、いつも行っている、ね、よく行きつけの飲み,飲み屋、居酒屋でやってきました。あのー、はい、まあ、刺身はね、こんな感じで、御殿盛り頼んだりとか、他の料理ちょっと今回写真撮らなかったんですけども、えー、いつも通り美味しかったです。はい、で、あのこれがね、えー、ハッピーバースデーの方ですね、30歳の。はい えー、ということで、あの、すごくね、えー、楽しい。結局ね、19時に、えー、僕が予約して帰ったのが、えー、っと、何だっけな、もう11時、11時20分ぐらいに出たので、店を、はい、かなりね、話し込んでました。はい、えー。そうだな、まあ、いろいろね、えー、っと、話してですね、えー、まあ、面白かったんですけども、一番、まあ、僕、個人的にはね、 えー、みんなそれぞれね、えー、印象的だった、えー、ところが違うと思うんですけど個人的にはそうだなうーんとそうですねえー、まあ2個あってえっ、ー、と飯代はねあの僕たちあのよくあの誕生日誰かの誕生日の時はご飯、えー、当日に、ね、ご飯行ってでその えー、誕生日の、ね、主役にはお金を、えー、払わせないというか、みんなで分担して払うという、そういう感じで、えー、やってるんですけども、えー、今回もそういうシステムでやりました。はい。で、あのー、そうですね、あのー、JO さんと呼ばせてもらうんですけど、JO さんは、えー、っと、まあ、いつもね、結構ね、えー、なんだろうな、この前も、えー、他の、ね、友達の時はね、ほとんど払ってくれたりとかしてね、いろいろいつも、本当にそういう面でもお世話になっていて、 えー、でもね本当いつもはね日本酒をどんどん飲んだりとか <laughs> 日本酒のもうよみたいな感じでバンバン頼んだりとか、えー、お酒も結構ね飲むタイプの、えー、方なんですけども、えー、それでもね、えー、っと今日は6日は、えー、自分の誕生日だったんですけども多分、えー、その多分僕たちが払うと、えー、全部ねお金を払うということを予想してね、えー、抑えてくれたのかと。 えー、思いました僕は個人的にはいひ、まあ、一言もそういうことは言ってなかったんですけどももしかしたらそんな感じがしましたという感じですはいえー、でまあただそのお風呂なんかね1泊、えー、その先日はすごいねいい,い,いすごくねと,とにかくいい、えー、温泉宿に泊まったらしくてそこの あのお風呂がとにかく良すぎてもう何回もあの入ったということでそれで疲れた、えー、とは言ってたのでその疲れもあって、あのー、あれだったのかもしれないんですけどもでも本当に僕は個人的にはあのそういうちょっと気を使ってくれたのかな僕たちにと思って、えー、そういうところもね、えー、素敵だなと思いましたはい。 えーまあ、勉強僕がいつも最近勉強してる 3DCG の、えー、ソフトウェア、ブレンダーっていうね、やつでですね、えー、そちらについて、まあ、えー、インスタのストーリーとかも結構バンバン宣伝してるし、えー、その JO さんだったり友達も知ってたんですけども、えー、今回それでね、ちょっと少しだけ最後らへん盛り上がってですね、それが個人的に嬉しかったです。はいで、あのー、なんだろうな、3D、えー、とかね、その空間、えー、を、こう、 ここんんななもものの作作りりたたいいいととかかそういうのがね、えー、僕だけでなくその誕生日だった、えー、JO さんも結構あったみたいでですねもちろんもう一人の友達ももともとやってたのでそういうのがあってですねなんか3人でまたなんか一個ね、まあ、共,通共通項というかね一緒に勉強できるような。 ななんかかのがでできててすすごく、えー、嬉しっったなと思ってですねまあそれと同時に僕が一番最初に、えー、一応この中では、まあ、一番最初ではないけども今始めたのは僕なのでその先頭を、えー、突っ走って、えー、どんどんねあの新しいものを身につけて、あのーまあ、サポートというかねできるぐらいまでね、えー、ガンガンもう一日時間使って成長していきたいなとブレンダー思いました。はい えそんな感じで本当に一番ね、えー、今一番近くにいてくれるまあいる、まあ、物理的にもそうだし精神的にもそうだし、えー、仲間たちのに対して貢献、ねえー、できることがすごくね何よりも僕にとってはね嬉しいのでそういう感じで、えー、もっともっと僕がねそのソフト、えー、ブレンダーで 3DCG について学んで、えー、スキルを身につければもっともっとなんか ええー、貢献できるじゃないかという感じで期待がね、自分の中にどんどん増してきて,て、すごくそれが楽しいです。はい。以上ですね。はい。えー、で、そうあ、あとは本当はね、えっ、ー、と、その JO さんの、えー、似顔絵じゃないけども、3D で、えー、3D でその、 JO さんをこう作りたいなとブレンダーでね今勉強してるソフトで、えー、思ったんですけどもさすがに僕の今のスキルでは全然正直どうやって作っていいかもあの全く分からないのでこれは置いといてまあ来年とか1年後までにそれぐらいのレベルに、えー、到達していきたいなと思いましたはいえあって最後は最後はねブレンダーの勉強の報告ですねこれは毎日最近やってますね、はい、で今日はまあちょっと本当に飲み会に行く前に の30分か20分でちょ,ちょっと動画見ながらこれを鍵を作りました。はい、えー。こちらはね、本当に20分ぐらいしかかかんなかったです。はい。これを作っていて飲み会ちょっと遅れたんですけども、本当にそれぐらいすごく、えー、作ることに夢中に、えー、慣れていてすごくいいです。はい。で、こちらに関しては、ね、ちょっとね、あの鍵のところが、この出っ張りのところがちょっと。 なんかね太っちゃったので、えー、も,もし今度作るときがあればそこを気,気にしたりとかしたいです。はいであの今回ね、えー、と新しくやったのはですね、何だろうな、えー、と HDR 画像というものがあるらしくてですね、初めて聞いたんですけども、多分、えー、その無料のフリースフリーの HDR R 画像を配布しているサイトが動画内で紹介されていてそちらから、えー、なんかすごくおしゃれなレストランの、えー、画像だったりを撮ってきてでそのセソフトにねピュッと入れるとこういう感じで本当はね床が設定されてるんですけどもこの平面にじゃなくてでそこのレストランの HDR 画像の中のレストランの、えー、一角の、えー、机テーブルの がここに設定されてすごくねさらにリアルに、えー、寄せた感じであのー、設定できるということをね学んだので、えー、これはもうそんなこともできるのかみたいなもうどん何でもありやないかみたいな感じで思いましたけども、えー、そういう感じでどんどん1個ずつね1個作るたびになんか新しい なんだろうな、スキルっていうか、あのー、メソッドというか、なんていうかね、えー、が身につくというか、まあ知れる、まだ身についているレベルではないんですけども、知れるので、どん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 やっぱり、えー、作って、がむしゃらに作っていくのが大事なのかな、早道、近道なのかなと思いました。はい。えー、こんな感じです。はい。えー、ということで、えー、誕生日、おめでとうございました。はい。今後ともよろしくお願いします。はい。まあ、本当にね、えー、30歳、えー、もう僕の、 えまだ5校上かなえ。まあ一応、都市的には4校上なんですけども、えー、なんですけども、本当に若,く若々しくてですね、えー、なんだろうな、もう元気を、いつも喋っていたら元気をもらえるし、えー、まあリアルで喋らんなくても、 こうメッセージのインスタの DM でやり取りしてるんですけども、やり取りだけですごくなんかこうパワー、こっちが逆にパワーをもらったりとかね、えー、笑顔になりとるとかする,するすごくね、本当に明るい、スーパー明るい方なんで、本当にこれからも、えー、なんだろうな、あのー、力になれるところは、えー、僕で力になれるところは本当に全力で、えー、力になりたいんだなと思うし、本当に今後のことも仲良くしてさせてもらいたいなと思ってます。はい、ということで、本当に。 えー、30歳のねあの記念すべき誕生日おめでとうございました、えー、そんな感じで今日もありがとうございましたバイバイ。